ウアレンティニアヌス一世が刻まれた金貨ウアレンティニアヌス一世は、ローマ帝国の皇帝で、ウアレンティニアヌス朝の創始者。また、ウアレンティニアヌス大帝とも。ウアレンティニアヌス一世は321年に、第2パンノニア族州の木払いで生まれた。父は、将軍の大、グラテアヌスで七つ年下の実帝に、後の共同皇帝ワレンスがいる。兄弟の母は、 コンスタンティウス一世の孫娘であるため、女系ながらコンスタンティヌス朝の諸皇帝とは血縁関係にある。皇帝コンスタンティウス二世の時代に軍へ入隊し、続けてユリアヌス、ヨーイアヌスに仕えた。ヨーイアヌスがコンスタンティノープルへの帰還途中にガス中毒で事故死したため、軍は二階屋で後継の皇帝を選ぶことになった。 ヨーヤヌスには、息子のウアロニアヌスがいて364年は、同僚のコンスルにしていたが、北方の蛮族及び、講和条約を結んだ者の,の情勢の不安なサーサーン、朝、ペルシア帝国などの東方の不安も抱えていたため、軍は、実務経験のある優秀な軍人を、後継者にすることを望んだ。こうして、白羽の矢が立ったのが当時43歳の将軍、ウアレンティニアヌスであった。 ウアレンティニアヌスは、ヨーイアヌスの死から約10日後の2月26日に皇帝に即位した。また、3月28日に、弟、ワレンスを、共同皇帝に据えた。兄弟はナイススで配分を話し合いに、ウアレンティニアヌスは、西方ミカドとして、帝国西部を取り、弟、ワレンスには、東方ミカドとして、帝国東部を与えた。その短い知性の間に、ローマは、 アフリカ、ゲルマニア、ブリタニアで、それまで遭遇したことのない蛮族との紛争に追われることとなった。その中でも特に脅威だったのが、ブルグント族やサクソン人である。メディオラノムに最初の司令部を置き、パリ、ランスでアレマン人と戦うために指揮を取った。同時に、東方では、コンスタンティヌス朝の親類のプロコピウスが反乱を。 起こしていたので、鎮圧のためワレンスを支援した。366年にワレンスは、リディアでその軍勢を倒し、プロコピウスを処刑した。北方のアレマン人と戦うため、将軍、セベェリアヌスとカリエットの二人を送った。しかし二将は、アラマン二族に敗れ戦死してしまった。続いて、マギステルエクイートムのダガライフスを送った者の戦線は、こ着し、ウアレンティニアヌスは、 ダガライフスを秘免し公人の騎兵長官には、ヨイヌスを据えた。ヨイヌスは、アラマンニ族を押し返し、この功績で367年のコンスルとなった。一方、ブリタンニアでは、反乱が起きていた。367年に、ピクト人、スコット人及びあったティビトが共謀して、ブリタンニアのローマ官僚を殺害したことをきっかけに、大規模な反乱に発展していった。 それと同時に、ガディア北部では、サクソン人とフランク人が、海岸沿いの都市を襲撃していた。後世に W、ザグレート、コンスピラシーと呼ばれる、この出来事で、ブリタンニアは、ローマの支配が、大変危ういものとなった。ブリタンニアの反乱軍は、アントニヌスの頂上からケントまでを荒らし回り町々を、略奪していった。ブリタンニアへは、騎兵長官、ヨーイヌスと、 マギステル・ペディトゥムのセウェルスが送られた。しかし、戦況は思わしくなく368年の初めに、両名はアラマン二族との戦いに備えるという名目でに呼び戻された。公認には新しいブリタンニア管区長官としてオーテオドシウスが送られた。ウアレンティニアヌスは軍備を増強すべく、イタリア管区の長官、セバスティアヌスをイタリアと、 イリュリア中東軍団と共に呼び寄せ、さらにブリタンニアから召喚されたセウェルスとヨーイヌスを、加え、翌368年の春に大軍を持って、アラマンニ族と戦い、ソリキニウムの戦いで勝利した。損害は大きかったもののアラマンニ族の勢力は大きく削られた。その後、ウアレンティニアヌスは、病に伏せ、自身の後継者のことを考えた。 結果まだ8歳だった長男のグラティアヌスを西部の共同皇帝に据えることにした。ウアレンティニアヌスはすぐに回復したがグラティアヌスは共同皇帝に据えたままにした。カディア北部の海岸沿いに来襲していたサクソン人に対して同地の総督、ナンニエヌスは不評長官セウエルスを救援に起こすよう要望した。サクソン人に何度か勝利したローマ軍は彼らと講和を結んだ。 条件として、サクソン人の若者たちをローマ軍に提供させることを飲ませたが、ローマ軍は裏切り、サクソン人の若者たちを待ち伏せして、皆殺しにした。ブリタンニアの反乱は369年に大テオドシウスが鎮圧し、さらにブリタンニアの北方に皇帝、ウアレンティニアヌスにちなんでウアレンティアという属州を設置した。皇帝のもとへ帰還した大テオドシウスは、 ヨイヌスの公認の騎兵長官に任じられた。サクソン人との戦いの間、ウアレンティニアヌスは、ブルグント族と同盟を結ぶ努力をしていたが、その交渉は、失敗に終わった。しかし、ブルグント族とローマが同盟を結ぶという噂は、アラマンニ族を浮き足立たせ統率を乱し、大統度シュースが、アラマンニ族を、各個撃破することに役立った。捕らえられた、アラマンニ族は、 ポーガワ流域に置かれ、そこから移動することを禁じられた。しかし、アラマンリ族の族長マルキアノスは過労じて捕獲されず、逃走していた。372年にアフリカ族州では、フィルムスという人物が、ローマの支配下で虐いたげられていた、原住民などと共に反乱を起こしていた。この反乱に対してまたも、大テオドシウスが送られた。大テオドシウスは、反乱をし、 フィルムスは、習慣を恐れて自殺した。ウアレンティニアヌスは逃走していた。アラマンニ族の族長マルキアヌスを討伐すべく、戦ったが、クアデ族やサルマティア人がイルリアへ侵入してきたため、374年、彼はマルキアヌスとしぶしぶ講話を結んだ。その後、トリーヤに司令部を置いてライン側の防御を固め、いくつもの砦の建設を監督した。 374年、ゲルマン人のクアディ族は、ドナウ川北に、ローマのトリデが築かれたことや、自分たちの王が殺されたことに奮劇し、川を渡って侵攻してきた。また、サルマティア人もイルリアに侵入していた。クアディ族とサルマティア人は、パンノニア・ウアレリア族集やも、エシア付近まで達していた。クアディ族に対しては、ウアレンティニアヌス自らが、セバスティアヌスと、 不評長官メロバウデスを率いて対応し、サルマティア人へは、大テオドシュースの息子ショーテオドシュースが対応することにした。パンノニア・ワレリアの要塞化されていた都市は、略奪を受けなかったが、要塞化されていない都市や町は、略奪にさらされた。モエシアに侵入していた、別のサルマティア人の集団は、ショーテオードシュースが撃退した。この功績で、ショーテオードシュースは、 モエシアのデュクスに任じられた。一方、ウアレンティニアヌスは、翌375年の春に、パンノニア・ウアレリアのブリゲティオに、司令部を移した。そして、現在のコマアロムのあたりで、クアディ族と会見を持ったが、怒りの、あまり叫んだ時に、脳卒中を起こした。これが原因となって、同年11月17日に死去した。ウアレンティニアヌスは、キリスト教徒だったが、国民すべてに、 信仰の自由を与え、生贄や魔術などを禁止しただけであった。市民、聖職者両方の写真に断固反対し、教会の蓄財や世俗化にも反対した。感触持ちなのが欠点で、魔術の罪で訴えられたものを罰する時に見せる、怒りは凄まじいものであった。その他自身は無学であったが学校を作り、医療を充実させるなどの政策も取った。 彼の死後帝国の衰退が顕著に現れ始めたため、最後の偉大な西ローマ皇帝と称せられる。前妻、マリア・セベェラとの間にグラティアヌスの一男、五妻ユスティナとの間に、ウアレンティニアヌス二世、ガンラ、グラタ、ユスタの一男三女を設け、二男三女の父となった。このうち、ウアレンティニアヌス二世とクラタは、配偶者と子女は記録になく、ユスタは、 配偶者はいたが子女は確認されず、グラティアヌス、ガリッラの一男一女に配偶者と子女がいる。グラティアヌスは、コンスタンティウス二世の一人娘フラウィア・マキシマ、コンスタンティアとの間に男子を設けた以外に、血筋の記録はない。ウアレンティニアヌス二世は、未婚で死去したため、ガリッラの子孫のみが、後世に、ウアレンティニアヌス一世の血筋を伝えた。ありがとうございます。